こんにちは。つくばラジコンパークの鈴木です。リニューアルの内容としましては、こちらですね、つくばラジコンアリーナ、メインアリーナ棟の中が完全リニューアルいたしまして、内装デザインがですね、デザイナーの方にデザインしてもらいまして、クールなデザインに仕上がっておりまして、あと一番重要なところですね、冷暖房完備で快適な空間を作り上げたのと、あと中完全 LED 照明でですね、もう見やすい環境を整えております。そしてポイントとしましては、こちらの施設ですね、アリーナの方は本格的なラジコンカーを楽しめる施設となっておりまして、この本格的なラジコンカーを手ぶらで来て楽しめる状態になっております。こちらがですね、本格的ラジコンのレンタカーが揃っている場所でして、お店入ってすぐのところにですね、これだけかっこいい車が並んでいるんですけれども、ドリフトのラジコンカー、そしてジャンプが得意なオフロードカー、そしてスピードを出して楽しむですね、スピードのラジコンカー、この3種類をこちら1時間2000円で、レンタルして楽しむことができます。ですので、皆さんお友達とかとですね、もう手ぶらで、パッてこちらの施設入ってきて、このラジコンカーをルーキーコースというところあるんですけども、そちらで思う存分楽しんでいただきたいと思います。こちらがですね、レンタルラジコンカーを楽しめるルーキーコースになります。で、こちら左側のコースがルーキードリフトコースになっておりまして、右側のコースがルーキースピードとオフロードコース、この2つに分かれております。初めての方でも走りやすいように、こういうところですね、フェンスとか壁とかを置かずに乗り越えていけて、クラッシュしないような形でもうコース走行を中断しないで楽しめるような設定になっております。こちらの方は本格的なラジコンカーで、さらにもう極めた人が走る場所となっておりまして、ご覧の通り見てください。今走っているドリフトラジコンカーですね、横に滑るラジコンカー、かなり繊細な動きをして走ってるんですけども、ルーキーコースで、慣れて、そこからですね、こちらのコースにデビューして、さらに、操縦の楽しさとか、イベントとかで、レースをやる楽しさとか、やっていただけたらいいなと思い、次のステップに行くようなコースとなっております。1階からすごくいい匂い漂ってたと思うんですけども、エレベーター上がって2階へ来てすぐですね、こちら新規オープン鶏白湯ラーメン朝日さんなんですね。もうここが1号店です。特徴は鶏白湯を使いまして、丸鶏を1は5時間ほど炊き上げて出汁を取っているのが特徴です。つくばラジコンアリーナの2階にある鶏白湯ラーメン朝日と申します。10月1日からオープンしてます。皆様のお越しを心よりお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。皆さん、つくばメインアリーナ棟がリニューアルしてより快適空間になりました。さらにレンタルラジコンがありますので、気軽に来れる状態ですので、ぜひ皆さんお越しください。